竜が如くセブン、前回に続いてからプレイしていきましょう。聞きたいですか、春日さん。難波さんが今どこにいるのか。もうあいつを見つけたのか。いえ。目星はついていると、そう申し上げました。まだ見つけてはいません。ハンピー・リューマンも独自に難波さんを探しているはずです。難波はどこだ。おい。難波はどこにいるんだ。偉人帳から出た痕跡、形跡はありません。ゴミ切りのシステムが、照準を合わせているこの状況で、難波さんが街を出るのは不可能です。ん？じゃあ、警察に行くとか？いや、警察も金握らせてっから、行ってもな、警察へ駆け込むこともないでしょう。どの警察官が裏で偉人さんと通じているか、難波さんに見分ける術はありませんから。となると、ええ。私が難波さんなら、ブリーチジャパンが格好の逃げ場と考えます。はあ、そうなるのか。え？ブリーチジャパンに？そうか。なるほど。あそこならかくまってくれる可能性もあるか。なので、コミジルでは今、ブリーチジャパンの事務所に監視の目を増やさせています。まだ難波さんの姿は確認できていませんが、すでにそこにいる可能性もありますね。ねえ。どうする一番。俺たちが難波を捕まえてきたら、あいつはどうなる。私の判断することではありません。ですが、このまま放っておけば、ハンピン・リューマンの死角に先を越されるでしょう。もう時間の問題です。汚いなあ、やり方が。おい。頭使ってる場合じゃねえぞ、カズカ。とにかく難波を見つけねえと。なあ。ブリーチジャパンの事務所はどこに？馬車街道がある白陵ビル2階フロアが横浜支部です。馬車道行ったなぁ、昔。どこ？あれか。バッティングセンターの近くか。じゃあ、タクシーで行っちゃうか。いやあ、話がずっと面白いな。嫌ですが、どうしようかな。ほら来いよ。奥の手。ごめんな。画鋲で。はい。よいしょ。怪我しますよ。よし、いざ。メガスイング。はい。残るか。はい。OK。よいしょ。はい。はい。よっしゃ。ここ多いな、敵。一回ここで抜く。やっ。焼き栗いいね。買う。いいよね。美味しいよね。甘栗ね。よし。ナンバー待ってろ。甘栗持っていくからな。それで。そこか。なんかいる。来たか。コミジュル、幹部か、こんなとこに。なんだてめえは。お前らを消しに来た。小汚い松尾とかいうホームレスと同じようにな。松尾ナンバちゃんだろ。あれ違うわ。あ、コミジュルに雇われてスナック。あいつか。ナンバちゃんじゃねえよ。ナンバちゃんはナンバだろ。お前、松尾殺したのかよ。誰の指示だ。誰の指示でもない。俺の判断だ。腰抜けの損費はやりすぎだとほざいていたから。それで愛想がつきた俺はコミジュルとは決意。いやいや、そうなの？じゃあお前幹部じゃないじゃん。そして今は新たなパートナーと手を組んでいる。あー、ハンピン・リューマンか。そういうことだよね。新たなパートナー？誰だ？それを教える義理はない。そして、この先は通さない。決まりは通さない。
松尾のように死ね。松尾に固執しすぎだろ。ならてめえを倒して力づくで行かせてもらうぜ。後悔すんなよクセローが。ほら、かかってこいよ。こっちは強いぜ。早いな相手。痛くない。4って影抜い。はい、強い。ドアリングビート。はいはい、よし、ボソトック。へい、弱い。これかブリッジジャパンの事務所は。2階のフロア誰かいるね。光が漏れてる。何が待ち受けてるかわかんねえ。用心していくぞ。あいつ結局何だったんだよなあ。こういう時にエレベーター使うん怖えな。止められる可能性を考えてなさすぎる。おい、誰だこんな時間に。どうも、久米さんだっけ。お久しぶり。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。普通にいるな。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。難波さんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね。まだまだ認知されてないか。春日はテレビは見ない。本当だ、確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。ああ、話しちゃったのか。もう難波から全部聞き取ったわけか。言うよな。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ナンバー、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知った難波に殺し屋を送り込んでる。となると仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチが、なんでここに。
ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバー、待てて。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてるだけだ。生きてても万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。まぶち。間違いのゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。おお、すごいもん。お前らに先に刻む権利をやる。頑張ります。はい、画鋲で、へい。まず一人、メガスイング。はいはい、オーケー。あとはこれで終わり。やろうぜナオマ。ハンピンリューマン三宝。出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器、何なの？あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。漢帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。詳しいね。好きなの？そういうの。あれね。もしかしてマブチってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあの棒ごとへし折ってやろうぜ。俺の番か。よし、してみろ。ハングアップ。どっから来てほしい。俺よった。よし、つえでもあれ入んなかったな。どうしようね。ほら来いよ。加減にいっとくか。避けられるとめんどくさいもんな。どうしよう。メロメロ台風。真顔で下がってんの面白いな。強襲の極み。はい、ハングアップ。よいしょ。はい、後期の構え。攻撃上がったのか。マブチの野郎、えらく気合が入ったな。なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。出てるね。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。頑張れ。よし、影抜い。はい、おお、そんな重くない。まレベル上げすぎてんだけどな。はい、回復しとく。まだまだいいかなとも思うけどね。エリちゃん、ハンガップ。はい、マブチを倒した。強くなった気がするぜ。またいい女になっちゃ。こいつはすげえ。聞いたぜ、最高じゃねえか。気持ち悪いぞお前。口が利けそうだな。ありがてえ。
めっちゃ痛いだろうな、革靴だもん。嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな、はあ、殺した殺した、殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通り、言われた通りにだと。誰に何を。さっきここにいたろ、ブリーチジャパンの代表、小笠原。小笠原、あいつが店長の殺しをお前に。何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。めっちゃゲロるじゃんこいつ。荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったか。そのためには幾の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの。じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた。偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある。小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ。偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか。そうじゃねえ。まだわからねえのか。ヤクザ。あ、近江連合か。ブリッジジャパンのバッグについてんのはな、カムロ町にいる近江連合。やっぱそうなのか。なんだと。俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。やつみてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。これは切れるぞ。そうだよな、春日が一番切れることだよなこれ。てめえと一緒に勝たんな。かっこいい。ずっと笑ってるなこいつ。近江連合がこの町にも来るの。そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっち入ってた。ああ、分かってる、行こう。おお、なんちゃん出てきた。小笠原はなんか逃がされてそうな気がするな。やっぱり小笠原ならもう出てった。ナンバ、ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った。もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番ナンバー、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい、どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた、明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえなんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ、でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。
本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番。気持ちはわかるが、立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。ここで一旦区切ろうか。そうだよな、そのために動いてたんだもんな。ごめんね、さっちゃん、ちょっとうるさいよ。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。